は、福井県文書館の、長野と申します。私、肩書きのところにもあります通り、もともと図書館の司書として採用されておりまして、現在も県立図書館の方のもう週に1日兼務しております。本日は我々が運用しておりますこのデジタルアーカイブ福井について、報告の機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。これから、このデジタルアーカイブについてご紹介していきたいと思うんですけれども、デジタルアーカイブ福井についてご紹介していきたいと思うんですが、まず全体の構成ですけれども、まず1番と2番のところで、大まかにデジタルアーカイブ福井の概要についてご紹介します。そして後半部分で、本日のイベントの主題であるジャパンサーチ連携のメリット、もしくは人とのつながり、人をつなぐといったところについても言及できればというふうに思っております。まずですね、このデジタルアーカイブ福井を運用しております3館、県文書館と県立図書館、そしてふるさと文学館の概要からご紹介いたします。まず県立図書館は1950年に開館しました。で、その後1回の移転を経まして、ちょうど20年前に現在地の方に移転しております。で、その時に同一施設内に、文書館が開館しております。でその後ですね、2015年に図書館エリアの中に、ふるさと文学館が開館ということで、同じ施設の中に、ミュージアムとライブラリー、そしてアーカイブスの3つが、同居する、そういった施設になっています。で、このデジタルアーカイブ福井を主に運用しております文書館についてなんですけれども、文書館というのは、おそらく館の数だけいろんなあり方があるんじゃないかなというふうに考えているんですけれども、当館の特色としましては、1998年までなんですけれども、福井県史の編纂事業を行っていたんですが、そこで作成した個人が持っていらっしゃる古文書、もしくは多機関が持っていらっしゃる、古文書等の写真複製本を多く収蔵しておりまして、それをいかに活用するかということが非常に館にとって大きな課題として挙げられていました。で、そういったところへの考え方といいますか、館蔵品以外にもどうやって公開していけばいいのかといったところに意識を向けるところが、もしかしたら今のデジタルアーカイブ福井が館蔵資料だけではなくて、県域全体のアーカイブを目指すといったところにつながっていったのかもしれないです。施設はこういった感じの施設で、文書館エリア、図書館エリア、文学館エリアということに分かれております。文書館の方は資料の閲覧室と、その中に簡単な原本の展示コーナーがあり、歴史的公文書や古文書等の複製本等の収蔵エリアがございます。図書館、文学館はこういった感じですね。で、組織人員についてなんですけれども、こちらで括弧内に書かれているのが正職員の数です。非常に3巻ともこじんまりとしていると言っていいと思いますが、特に私が属している文書館につきましては、ほぼこの3巻の中でも会計年度任用職員さんに支えられているところが非常に大きいという、そういった感でございます。したがってですね、一人ずつその職員が担当する業務も何かをこう専門にやるというわけではなくて、私もデジタルアーカイブ福井を一応担当しているんですけども、他にもいろんな仕事をやりながら担当しています。はい。じゃあ、こちら、次は、ここからがデジタルアーカイブ福井の概要について、ご紹介いたします。まず構築の遠隔なんですけども、この場所にですね、文書館図書館が開館したときにはそれぞれ別々に目録のデータベースというのを構築しておりました。それがですね、その時点では文書館は新聞画像のみを館内で公開するとともに、館蔵の写真版の古文書の写真版の目録としてそれを公開、また図書館の方は当時、帰宅されておりました、古文書古典籍からなる松平文庫という大きな資料群があるんですが、そちらを公開するための目録として、それぞれ別々のベンダーで、設計してもらい運用するという形でやっておりましたが、これが2014年の3月時点で、県の方針ということもありまして、文書館、図書館が統合する形でデジタルアーカイブを持つことになりました。で、この段階から本格的に画像のウェブ公開というのを始めております。
で、2015年、文学館が開館したことに伴いまして、このデジタルアーカイブは産官のデジタルアーカイブに変わりました。で、現在運用しているシステムは2019年の4月から運用しておりますが、この時、この名称をデジタルアーカイブ福井というふうに改称いたしました。これは、その時点、2019年時点ではまだ傘下のデジタルアーカイブだったんですが、志としてはですね、地域のデジタルアーカイブを目指そうということで、こういうふうに名前をこの時点で、変えております。登録件数2023年2月末現在ですが、全登録件数は約87万件。そのうち画像のウェブ公開をしているものはおおよそ5万件で64万画像。主に文書館ですが、文書館の方で古文書等館内でのみ公開しているものというのはそちらに示しているだけございます。これら全体を合わせましても、目録全体の約2割程度しか画像がついていないということになりますが、一方でもともと画像を紐付ける予定のない目録データも、このデジタルアーカイブ服の中には入っております。詳しく中身、登録している中身を見ていただきますと、まずこの太字で書いてあるところが、主な量が多いものといいますか、文書館の主な扱っている資料である古文書、A の古文書、そして B の歴史的公文書、この2つだけでもかなりの点数が入っております。それと新聞ですね。新聞も、こちらは図書館が主に入れているところになるんですが、新聞記事のデータベースがこちらの中に入っております。で、その他、憲法、写真、デジタル資料、デジタル資料というのは PDF 資料なんですが、その他、古典籍、文学館資料等々、いろんな種類のものが入っていて、多様なものがこの中に全部、投入されているという形になっております。ここからはデジタルアーカイブ福井の特色、4つの特色という形で捉えているんですが、それを順番にご紹介していきます。まず1つ、連携というキーワードでいくつかの特色を挙げさせていただいております。まずは地域内の連携です。福井県の方では教育振興基本計画という、県全体の教育の計画が立てられているんですけども、その中にこのデジタルアーカイブ福井が、県内の、個々に文化施設が個々に所有しているデータをこちらに集約して、県全体のデータベースとしてそれを公開するということが明確に謳われております。これによってデジタルアーカイブ福井というのが産官のデジタルアーカイブということではなくて、そちらから少し進めて共同のデータベースであり、また地域のこのつなぎ役をこの担うようになるということが、この計画の中に謳われております。で、現在、県としては8機関、ですね、文書館、図書館、文学館に加えまして、若狭図書学習センター、子ども歴史文化館、若狭歴史博物館、そして4月からは、県立の高等学校ですね、ですとか、教育博物館もこれに加わります。また、市についても4機関参加しております。市立図書館ですとか、小浜市さん、あわら市さん、福井市、小浜市、あわら市と、3市の機関が参加している形になっています。連携の2つ目なんですが、この大型の、統合検索サービスですとか、分野横断統合のポータルといったものとの、連携をしております。国立国会図書館サーチさんとの連携、また、今日の主題でありますジャパンサーチの連携、そして国立公文書館デジタルアーカイブ横断検索との連携も行っております。県内の図書館、博物館に対しましては、こうした大型の統合サイトと連携できるということ、それが、その手段としてデジタルアーカイブ福井に参加しませんかという形で呼びかけをしております。連携の3つ目なんですが、学、ボランティアと書いてありますが、具体的にはみんなで翻刻との連携です。みんなで翻刻との連携は2020年8月に始まったんですけれども、こちらは、当初、普通にそのデジタルアーカイブ福井の中から何点かずつそれを登録する形で、やってたんですけれども、自由に参加していただくという形だったんですが、今年度の6月と9月に、実際に一ところに集まってですね、使い方について案内する講座というのを開催しました。で、その講座をもとにしまして、現在は、少人数のグループで10人ずつぐらいで集まるようなみんなで翻刻のグループが、指導し始めていて、今6回ぐらい、
開催されています。本来、みんなで翻刻というのは、好きな時間にインターネットに入って、このみんなで翻刻で自分で古文書を翻刻していくというのが、本来的な使い方かもしれないんですけども、また今、これがオンラインプラスリアルという形で、普及事業の幅の広がりと、新しいボランティアさんの形というのが見えてきているような気がしています。特色の2つ目としましては、オープンデータの推進ということについて取り組んでおります。まず基本的な考え方なんですが、県が所蔵している画像ですとか、そういったものはもうすべてパブリックドメインということが確認されていれば、自由に使ってほしいという形で、提供しています。また、県に著作権があるような写真ですとか、広報課の写真ですね。で、そういったものとか、県の機関が作成したメタデータ、こういったものは CC BY ないし CC0 で提供しましょうという形にしております。ただ、これについてはオープン化を進めましょうということで、我々産官については当初そういう形で進めたんですが、後から加わっているところにも十分これを説明しておりますが、強要はしていません。ご協力というか、これについて一緒にやりませんかという形でご案内する中で、オープンデータに取り組まれているところもありますし、オープンにしていないところもございます。現在は、ウェブ公開画像が5万件ほどあるうち、およそ半分がオープンデータとなっております。オープン化の、活用の事例2つ挙げておりますが、上段は吉田初三郎の、鳥観図、多くのところでこの鳥観図をお持ちではないかと思いますが、当館にもこちらがございまして、これが、我々が知らないところでオープンデータにしていたら、博物館の方で複製が作られて展示していたという事例です。で、下段の方は、2020年コロナ禍が始まった時にアマビエという妖怪が流行りましたが、これ類似のものが当館にもございまして、これをオープンデータで公開しておりましたところ、スペインの新聞に載ったりですとか、ブルボンのクッキーに使っていただいたりといった、こういう展開がありました。これはおそらくオープンデータにしてなかったらこういうことは起こらなかったであろうという事例です。特色の3つ目なんですけども、すべて、特に文書館では、すべてをデジタルアーカイブの利用に、デジタルアーカイブ普及につなげるということに、取り組んでおります。例えば、先ほどもちょっとお話に出てたと思うんですけども、デジタルアーカイブに検索するっていうのは、やっぱなかなか難しいことで、それを単体で利用するのは非常に難しいということもありますので、文書館の方では、いろんなコンテンツを作る中で、すべてデジタルアーカイブ復元のリンクを貼るということに努めております。具体的な例をお示ししますと、例えば先ほど館内の写真をお見せした中で、原本展示をやっているということを申し上げましたが、原本展示、当館では始まったその開幕と同じ日にですね、全く同じものをパネルもキャプションもすべて公開しています。なので、実際には見に来ていただかなくても、ウェブ上で見れば済むというようなぐらい同じものを出しているんですけども、その際にもっと詳しく別のページを見たい、開かれているページじゃないところを見たいっていう方には、デジタルアーカイブはこちらという形でリンクをはめてありますので、デジタルアーカイブ復元の利用につなげるという形をとっております。こちら、今展示しているものはですね、ツイッター上で実は知り合った方なんですけれども、当館が公開しているデジタル情報やデジタルアーカイブ上で公開しているものを読み解いて、ツイッター上でこの鉛筆画を公開している方がいらっしゃったんですけれども、その方とコラボをして、こういう鉛筆画のパネルを展示するとともに現物資料を展示するということで、去年ですね、開催したものを今お見せしております。2つ目、このデジタルアーカイブ復元の利用につなぐということで、学校向けのアーカイブスガイドというのを作っております。当館には教員で配属されてきている職員が何人かおりますので、社会科の教科書に合わせて、学校の教科書に合わせて、その地域資料にどういったものがあるのかということを、写真と解説付きで紹介しておりまして、こちらも同じく他のページが見たいとか、もう少し拡大してみたいといった時にはデジタルアーカイブ復元に飛べるようにしております。これは一種のキュレーションではないかと捉えております。また、同じように、これ他県では、
文言帳とか侍帳と呼ばれるもの、福井藩では九帳というふうに呼ばれてますが、福井藩士の人名録みたいなものなんですが、非常に問い合わせが多かったものなので、まあ、テキスト化するとともに、左側にはデジタルアーカイブ福井のそれぞれのページへの、リンクを埋めております。まあ、こういった形で、なかなか検索では難しい利用についても、リンクを埋めることで利用につなげるということに取り組んでおります。特色の4つ目は、明治期の地方紙のウェブ公開がございます。すいません。ちょっと資料の方では、明治24年の、西暦が間違っておりますが、1891年が正確な、年代となります。こちらについては、著作権の保護期間の満了が確認できないものを文化庁の長官裁定制度を用いて公開という形で、およそ9年分ぐらいですかね、画像で新聞画像の公開を行っておりますが、まだあまりこういう地方紙の公開というのは進んでない状況かと思いますが、こういうことにも取り組んでおります。以上がデジタルアーカイブ福井の、特色といいますか、取り組んでいることをいくつかご紹介させていただきました。ここからはジャパンサーチ連携の、メリットということで、いくつか考えたことを、ご報告したいと思います。まずはデジタルアーカイブ福井は最終的にそのジャパンサーチの連携というところを、ゴールとして見据えていなかったので、今回お話しいただいて、改めて連携のメリットって何だろうって考えたことを今からお話しします。今画面に映っているのが連携の現状でございます。真ん中の、ところに点線で囲まれたところがデジタルアーカイブ福井で、ここを直接触れるのは、文書館と図書館、そして文学館のこの3館だけです。で、県内の、市の施設ですとか、他の県の、施設が参加する場合には、メタデータと画像データを文書館の方に送っていただいて、それを文書館の方で代わりに、登録するという形を現状では取っております。それに対して、図書館、国会図書館サーチの方が、月に2回それを収集していただいて、で、そこからジャパンサーチに連携するという形になりますので、例えば、福井市立図書館から見れば、一旦デジタルアーカイブ福井に連携したものが NDL サーチに連携し、さらにそれがジャパンサーチに連携するという形になっております。連携のメリットとしていくつか考えられると思うんですけれども、まず第一の、メリット、当たり前のことを 申し訳ありませんが、まず発見可能性の向上ということですね。提供する側としては、当然自前のデジタルアーカイブを持っていないところ、また自前のデジタルアーカイブのみで公開しているところよりは、地域のデジタルアーカイブであるデジタルアーカイブ福井に参加することで、発見される可能性というのは向上します。で、それがさらに NDL サーチと連携、またジャパンサーチと連携することで検索される機会というのは、向上していくと思います。そちらに数字を示していますが、デジタルアーカイブ福井のアクセス数は順調に増えてはおりますが、これだけ単体で、公開していても、やはり頭打ちになることが予測されるので、より大きなサイトとの、連携をすることで、発見される可能性も高まっているというふうに考えています。実際、NDL サーチですとか、ジャパンサーチを経由しての問い合わせも、増えているというふうに聞いております。メリットの、2つ目としまして、発見可能性の向上、似たようなことなんですけども、今度は検索する側なんですが、実は分野横断の検索によって思わぬ発見につながるということが挙げられるかと思います。デジタルアーカイブ福井の中では、県の広報写真というのを公開しているんですが、例えばジャパンサーチで恐竜と入れますと、当館とデジタルアーカイブが公開している恐竜の足跡の写真などがたくさん出てきます。なかなか文書館が公開しているデジタルアーカイブ福井だけを検索しようと思うと、恐竜のものがあるというふうにちょっと思われないかもしれませんが、他のデジタルアーカイブを横断的に検索する中で、思わぬ発見につながることもあるかというふうに考えています。メリットの3つ目、権利関係の見直しということがあります。ジャパンサーチはファセットですとか、そういった中でその利用条件というのは非常に明確に、検索、明確化して検索することができるようになっています。で、我々としても連携を始めた段階で、こういう
絞り込みをされるんだということが分かった段階でですね、まあ、当初の連携の中ではあまり考えていなかった条件の見直しということを行いました。まあ、例えば古典籍の画像をそれまで CC バーで出してたのをやっぱりパブリックドメインにしようですとか、県の広報写真を一部、パブリックドメインに変えたりですとか、逆に新聞の縮刷版の記事は連携してたんですけども、やはりこれは CC0 では提供できないだろうということで、連携を停止したりといったことも行っております。また一方で、まあ、オープンデータ化を進める中で、実際どの程度ジャパンサーチと連携したことによるメリットが発生しているのかということも気づきにくい面もあるのも確かなところかと思います。まあ、要するに知らないうちに使っていただけるということですね。はい。メリットの4つ目なんですが、これは去年回収した点なんですけれども、中小規模間でも連携機関として参加できるというところがメリットとして挙げられるかと思います。デジタルアーカイブ区は当初、県文書館、県立図書館として連携を開始しました。で、そこでの資料はすべて文書館、図書館というふうに形になっておりました。ところが、デジタルアーカイブ区に参加する機関が増えるに従って、所蔵所在に実際の所蔵機関が表示されないことへの違和感が出てきました。まあ、要するに参加している、例えば福井市立図書館さんの資料まで同じく県文書館、県立図書館として出ることもやはりダメだろうということで、国会図書館さんの方に開始を依頼したところ、デジタルアーカイブ区の中に持っている管理セクションという項目を所在情報に用いましょうということで協議しまして、昨年の12月からは、ジャパンサーチの中で各参加機関が連携機関として、個々の館がすべて表示されるようになりました。同時に所蔵の情報についても、それぞれの機関名がきちっと表示されるように変わっております。つまり、デジタルアーカイブ福井ないしはその先 NDL サーチを介して、ジャパンサーチ連携機関の一員に、まあ、非常に大きな博物館でなくてもその中に加わることができるということで、まあ、これは館のプレゼンス向上ですとか、まあ、今進められておりますが、文化財保存活用地域計画ですとか、今年4月から改正される、施行されます博物館法への対応にもまあつなげていけることではないかなというふうに評価しております。終わりになんですけれども、まあ、今日の、テーマがジャパンサーチで地域のコンテンツに人をつなぐということなんですが、私たちが取り組んでいるのは、デジタルアーカイブ福井で地域のコンテンツをつなぎ、人をつなぎ、さらにそれをより大きな、サイトである NDL サーチやジャパンサーチとつなぐということに取り組んでいるというふうに考えています。その地域内での人のつながりということに、ちょっとフォーカスをしますと、まずなかなかデジタルアーカイブ福井に参加するというところがちょっとなかなか難しいというところがあります。実際各博物館さんにとってみたら、日常業務の中に加えて今まで全くやっていなかったデジタルアーカイブに取り組むというのは非常に、まあ、敷居が高いといいますか、取り組みづらいところがあるんですけれども、まあ、個別に私の方から各博物館の方に出向いていったり、オンラインで行ったりという形で、2019年から22年までの間に11機関に対して売り込みをかけまして、そのうち4機関はデジタルアーカイブ区に参加してくださっています。その時には、まあ、なるべく学芸員さんだけではなくて、まあ、管理職の方も一緒に立ち会っていただくことで、まあ、こういったメリットがあると思いますよということを理解していただくということに取り組んでいます。合わせて図書館、文書館が主催している研修会でも、ことあるごとにデジタルアーカイブ福井の使い方、参加方法について、営業する時間をいただいております。これまでにこれについても4回程度、取り組んでおります。実際もう参加 していただいている期間につきましては、今後、追加の資料はないですかですとか、まあ、どういった回収の要望があるかといったことを聞いたりする中で、担当者との関係はなるべくきちっと維持していくということに努めています。またすでに参加されている機関と、これから参加しようかどうしようか迷っている機関の担当者をつないで情報交換していただく、そういう場を設定することも行っています。今後は参加機関の担当者同士をつないで意見交換ができる連絡会のようなものが必要ではないかなというふうに考えているところです。最後に、NDL と
のつながりというふうに書いているんですけれども、我々のこのデジタルアーカイブ復興の取り組み、まあ、本日先進事例の紹介という形で取り上げていただいたんですが、決して先進的なことを何もやっていなくてですね、まあ、お手本がない中で、いろいろこう運用しながら試行錯誤をしていくんですけれども、例えば NDL サーチとの連携、そしてジャパンサーチの連携、新しい連携を開始するごとに、またこのような事例報告の場をいただくことに新たな問題点に気づきます。その都度 NDL の担当者さんにご相談して、まあ、ご相談するといつも丁寧にご対応いただいて、まあ、こういうふうに回収したらどうですかという形でご提案いただく中で、デジタルアーカイブ復帰、さらに仕様を回収して、また運用を変更するということをこれまで数々行ってきました。それによって連携先の NDL サーチ、ジャパンサーチも回収に対応してくださって、その回収を進めていく中でデジタルアーカイブ復帰の道筋もまたミッションが明確になっていってるなというふうに感じております。その四角で囲っているところの中に示しておりますが、これまで連携が始まって以降でも大幅な回収をいくつも行っております。今日お話ししたことの一部はこちらに参考文献として挙げておりますので、何か一つでも皆さんのご参考になるところがあればと思います。以上で私からの報告は終わります。ありがとうございました。